こんにちは、フィフィです。今日は都市伝説、エジプトの。前も一度やってるんですよ。ホルスの目って言ってね、それの不思議をやりましたけれども、今回は古代エジプト人が異星人と交流していたんじゃないか、接触があったんではないかと、まあその証拠とされるものがいろいろ発見されているんですけども、それについてこう説明していきたいなと思います。古代エジプトでは天文学の、天文観測が行われたり、太陽暦が作られたりもして、とにかく進んでいたんですけれども、あとはナイル川が本当にすごく生活を支えていた、古代エジプトから支えていたんですけど、これが大きな氾濫を起こすんですよ。そうするとすごい災害になっていたものですから、ナイル川の氾濫を正確に予測する必要があったため、また氾濫後の農地を元通りにこう分配しなきゃいけないっていうこともあったので、測量術だったりとか幾何学だったりとか、さっきも言った天文学だったりとか、そういったものが非常に発達していたんですね。ただしこの時代にね、ここまでの人類がですよ、技術が発達していたか、そんなことがあるだろうかと、ピラミッドも見に行かれた方ならわかると思うんですけど、こんなものがこの古代の人類がその時の技術で作れるのだろうかと。だからこれはそもそも宇宙人が作ったものではないかみたいな説も、そういうことを言う人たちもいるわけですよ。ということで、よく語られる古代エジプト人が異星人と交流していたとされる証拠を今日はいくつか紹介したいと思います。まず一つ目、ピラミッド。これは未だに謎が多い。ファラオの墓、要するに王様の墓な、王様のことをね、ファラオって言いますからね、ファラオの墓なんだけど、それがね、一個の石がもう数トンあるんですよ。それをいくつも、もう正確に積み重ねて三角形を作るわけですね。これ高度な建築技術がないともう不可能なわけです。10人前後で運ぼうと思ってもなかなか不可能。今のこの時代においてもどうやって運んだんだろうと。だからこの完璧な構造物は誰によって作られたのか、これが未だに謎。だからこれは宇宙人が手助けをしたんじゃないかとか、それこそ宇宙人が作ったんじゃないかみたいに言われてもいると。次、古代エジプト人、当時のことをこうヒエログリフって言って、なんて言えばいいの、象形文字なのかな、象形文字はエジプト文字で残しているんですよ。皆さんもしかしてどこかで見たことあるかもしれない、こう特集とかで壁に書かれているこう記号のようなもの、これがヒエログリフっていうんですね。これで残しているんです、当時のこと。でその中に電球を描いているヒエログリフ、記号というか絵柄みたいなのがあるんですよ。ということはこの時代まだこの電気をエジソンが発明していないのにですよ、すでに電球を使っていたっていうことっていうのも考えられると。ただしね、古代エジプトの別の文献には電気を発生させる魚類にもすでにこの古代エジプト人は気づいていて、これをナイルの神として全ての魚の守護神としてこう記してもいるので、もしかしたらその魚をこうね、電気を発生させるこう魚をどうにかうまくこう使って電気を発生させていた、要は電球として使っていた可能性があると。そうであったとしてもなんか不思議だなと、当時の人類がそこまでのことを気づかされるのかと。次、電球以外にヒエログリフには不思議なね、形、文字が現れる。それがね、これ聞いたことある人もいるのかな、飛行機とかヘリコプターのような記号がヒエログリフの中に登場するんですよ。もうね、多分見たらもうそのものです。これヘリじゃん、これ飛行機じゃんみたいな。これが要するにもう異星人が発達していて、他の星では文明が、それがこう地球に来ていて、それを見た古代エジプト人が描くためにヒエログリフでその記号を使っていたんじゃないかって言われているわけですよ。専門家によっては
なんていうの、ハンコみたいにこう押していくときに重なってしまってその形を作ってしまった可能性もあるみたいなことを言う人もいますけど。次、セムンセレト2世のピラミッドから近年発見されたミイラがあるんですけど、人型なんですよ。人型でありながら人と全く別の構造をしている。特に頭部が人間と全く違う。ただし人型なんですよ。なんかこう、私ちょっと見たんですけど、写真、頭がちょっと大きいんですね。いわゆる本当に私たちが連想する宇宙人のような形をしている。これはペンシルベニアの大学のチームが発見されたということです。で、次なんですけど、またピラミッド。ギザのピラミッドの配置がもうすごい計算されて、その計算されているのがもうこれが完璧。3つのピラミッドがあるんですよ、ギザには。ギザの三大ピラミッドっていうじゃないですか。で、この配置がオリオン座の恒星の配置に一致しています。しかもです、ピラミッドの高さ、これそれぞれ違うんですけど、これも星の輝きの強さと一致しているんです。ここまでね、位置全く一緒なんでね、上から見たらね、こうやって照らし合わせてるのかな。そうするとオリオン座とこう一致する。これらの条件を持った建造物をこの時代に作れたのかなと。極めて、高度な、例えば天文学だったり地理学、科学全般、こういったものが必要になってくるわけですよ。今の人間がピラミッドを作りましょうって言っても結構大変ですよ。しかも星の位置も合わせたりなんかいろいろ合わせて。だから未だに謎で、一体これが本当に人間が作れたものなのか、当時の人類が、というふうに言われていると。次、古代エジプト第18王朝の王様、アメンホテプ4世。この人ね、多神教から一神教へ変えたファラオとしても有名なんですけど、このファラオについての、またこれヒエログリフ、象形文字書かれているものにすごい不思議なことが書かれていて、空から舞い降りたものに出会ったと、そうやって記録してるんですよ。すごいですよね。空から舞い降りたものにを見つけたじゃないですかね、出会ったんですよ。だからこれも何と出会ったんだろうと、宇宙人ではないかというふうに言われている。で、次ね、異星人が来た記録がパピルスに残されているという話が。で、パピルスっていうのはね、人類最古の、人類が作った最古の紙と言われてるんです。多分エジプトに行かれると、お土産物屋さんで売ってますから。もちろんほら、今だって作る技術は、ね、もちろんあるわけですから、そのレプリカっていうかパピルスって作られてるんですよ。だから買ってる人もいると思うけど、このパピルスね、世界最古のパピルスに、この第18王朝、6代目のファラオ、トトメス3世、この人がね、エジプトを統治していた頃に異星人が訪れたということを示すヒエログリフが描かれている。これが結構具体的なんですけど、空から炎に包まれた無数の、円盤なのかな、円が現れ、すぐに姿を消したって、こんなことが記されてるんですよ。で、このパピルスはバチカン美術館のエジプト部門を管理していた元管理長であるアルベルト・タリ、この人によって発見されたことからタリパピルスというふうに言われていたんですけども、彼がね、死ぬ間際にね、これを弟に託したと。でも弟もすぐ亡くなってしまって、不思議ですけど、その後紛失をしてしまっている。だからないんですよ。ただこれを知ってる人が受け継いでるわけですから、タリパピルス、不思議ですが。次、ロズウェル事件とレンデルシャムの森事件で発見された、宇宙船にヒエログリフが書かれていたという目撃証言があると。ロズウェル事件はね、1947年に起きてるんです。事件というか事故みたいなもの、で、このレンデルシャムは1980年に起きている。どちらも同じヒエログリフが書かれていたって言われている。ちなみにちょっと補足しますとね、ロズウェル事件っていうのは1947年アメリカのニューメキシコのロズウェルっていうところのね、結構軍の基地のすぐそばで UFO が落ちたっていう、これね、すぐ新聞、書いた新聞があったんだけども、米軍が来て回収してしまって、しかもその記事取り消されたんですよ。
でここにね本当はその宇宙船の中にもその異星人と思われる死体も発見されてる、遺体も発見されたみたいな話もあって、いつかねこれもちょっと私動画で解説しますけど、結構なんていうの、そのたびたびこの話って蒸し返されるんですよ。しかもなんかね政治と絡んでいて、アメリカってこう選挙のたんびにこう宇宙の話とか宇宙人の話とか出てくるじゃないですか。でその時もこのロズウェル事件とか事故の話を、これを私が解明します、私が受かった、あの当選した暁には全部その謎をあの暴露しますみたいな感じを売りにしている候補者もいたりなんかするぐらい、この、まあ、ある意味人気のあの話題なんですけれども。でデンデルシャムの森事件っていうのは1980年12月27日イギリスのウッドストックの空軍基地の近くで、あのレンデルシャムの森っていうところに正体不明の光光体がこう落下するんですね。でパトロール兵が森に向かうと、その時に飛行機飛行物体らしきものがこう発見されるんですよ。赤色と青色のこう光を発したものが、ただその近づいたらすぐ消えてしまったっていう。ただしねここであの同じこうヒエログリフが宇宙船で発見されたって言ってるので、もしかしたらこの目撃者の中にはすごく近くまで行ってこれを確認したみたいなことを言っている人もいたんじゃないかと言われています。最後にね、あのエルサレムで発見された古代の工芸品に異星人と思われる2体のミイラと解読不能の文面が発見されたっていう、こういう説もある。あの古代の昔のエルサレムっていうか、昔はエルサレムもエジプトもまあ同じような地域なので、これエジプトの説として私はちょっと紹介しました。あのイングランド出身の名高いあのエジプト学者フリンダーズ・ピートリー、この人が発見してるんですね。で現在はエルサレムのロックフェラー美術館に保管されていて、これが門外不出になってしまった。これも要はなんでこれ出さないんだと、さっきも言ったようにこの宇宙の話とか宇宙人の話とこの政治っていうのはいつもこう絡んでいてですね、これであえてこれは隠される理由があるんじゃないかみたいな説も、あのまあこういう話が好きな方の間ではこう語り継がれていると。ここまで説明しましたけれども、まだまだ多分解明されてない不思議なことっていうのはエジプトもそうだけど、いろいろな国にこういうあの都市伝説あふれてると思います。今後も紹介できるといいなとは思ってるんですけど、まあ、あのエジプトに行ってね遺跡を見るときにこういう話が少しでも頭にあるとまた違った楽しみを皆さんできると思うので、まあ、信じるか信じないかはって言っちゃうと一緒にかぶってしまうからあれですけど、ぜひ頭の片隅にでも都市伝説あの覚えておいてください。以上です。あとチャンネル登録もお願いします。みんな見てくれてありがとう。フィーフィーチャンネル登録してね。